ガンマセクレターゼは複数のサブユニットからなるプロテアーゼ複合体で膜内切断プロテアーゼの一種である。アルツハイマー病の発病と関わりがあると考えられている。ガンマセクレターゼの X 線結晶構造はまだ得られていないが低分解能の電子顕微鏡像からの再構成によって約2ナノメートルの穴が可視化され2014年に 完全なトガンマセクレターゼ複合体の三次元構造が暗い、お電子顕微鏡を用いた単粒子解析によって4.5オングストロームの分解能で決定され、2015年には原子分解能の暗いオ e m 構造が報告された。ガンマセクレターゼ複合体は、プレセニリン1、ニカストリン、ペンマイナス2、アフマイナス1の4つのタンパク質から構成される。 プレセニリン1は免疫細胞の活性を調節する機能があり、触媒サブユニットでもある。ガンマセクレターゼ複合体中のタンパク質は複合体の組み立て、または成熟の過程でタンパク質分解によって高度に収縮されるが、その活性化のためにプレセニリンの N 末端フラグメントと C 末端フラグメントへの事故、触媒切断が必要である。ニカストリンの 主な役割は、組み立てられた複合体の安定性を維持し、細胞内のタンパク質輸送を調節することである。ペンマイナス2は、プレセニリンの膜貫通ドメインへの結合を介して、複合体へ結合し、プレセニリンがタンパク質分解によって活性化された、N 末端フラグメントと C 末端フラグメントとなった、後の複合体の安定性を助ける役割などがある。アフマイナス一は、 タンパク質分解活性に必要であり、保存されたアルファーヘリックス相互作用モチーフを介して複合体に結合し未成熟な構成要素の組み立てを開始する。なお、人のゲノム中には2種類のプレセニリンと2種類のアフマイナス1が同定されている。アフのホモログは選択的スプライシングによって2つのアイソフォームが発現するため少なくとも6種類の異なるガンマセクレターゼが 生じる可能性があり、組織、または細胞種に関する特異性が存在している可能性がある。ガンマセクレターゼ複合体は、小胞体での組み立てとタンパク質分解によって成熟が行われると考えられている。その後、複合体は分泌経路の後期区画へ送られ、そこで気質タンパク質と相互作用して切断を行う。 ガンマセクレターゼ複合体はミトコンドリアにも極在することも観察されている。ガンマセクレターゼは内在性膜タンパク質を膜貫通ドメイン内で切断する。気質の認識はニカストリンの細胞外ドメインが標的の N マッタンに結合することによって行われる。その後、2つのプレセニリンフラグメント間での過程によって、 触媒やスパラギン散々器が位置する活性部位へと送られるが、その過程はあまり解明されていない。活性部位には、細胞膜の内側の素水的環境で、下水分解を行うための水分子が存在していなければならないが、水とのプロトン交換がどのよう行われているかはよくわかっていない。ガンマセクレターゼが作用する、最もよく知られた内在性膜タンパク質は、 アミロイド線具体タンパク質である。APP がガンマセクレターゼとベータセクレターゼによって切断されることでアミロイドベータが形成される。ガンマセクレターゼは Aβ の C 末端部分の酸性に際しスロッピーな切断部位を残すというプロターゼでは珍しい性質を持つ。ガンマセクレターゼは APP を複数の箇所のいずれかで切断し、 典型的には3942アミノ酸の範囲で様々なペプチドを作り出す。Aβ40 が最も一般的なアイソフォームであり、アミロイド繊維の形成を引き起こす、コンフォーメーション変化に対し最も感受性が高いのは Aβ42 である。古いデータでは異なるがあンマセクレターゼによって異なる Aβ のアイソフォームが形成される可能性が示唆されていたが、 同じガンマセクレターゼによる一残機ごとの一連の切断によって Aβ の C 末端が産生されていることがその後のエビデンスから示唆されている。なお、初期の切断部位では46アミノ酸や49アミノ酸のペプチドが産生される。近年の研究ではガンマセクレターゼとガンマセクレターゼ活性化タンパク質との相互作用が APP から Aβ への切断を促進することが示されている。また、CD147 が存在しないと、ガンマセクレターゼの活性が上昇するという研究結果から、CD147 が必須調節因子であることが示唆されている。ガンマセクレターゼによる APP の切断によって、産出される Aβ は、繊維型の異常なフォールリングによるペプチドであり、 アルツハイマー病患者に見られるアミロイド肺の主成分であるため、アルツハイマー病と関連が研究されている。総発型の家族性アルツハイマー病の発症は、APP 自体の変異だけでなく、ガンマセクレターゼを構成するプレセニリンの異常が因子となることが指摘されている。プレセニリン遺伝子の変異は、アルツハイマー病の主要な危険因子であることが示されている。 このほか、ガンマセクレターゼは、ノッチ、エルベイ4、E カドヘリン、N カドヘリン、エフリン B2、CD44 など、他の I 型膜タンパク質のプロセッシングにも重要な役割を果たしていると考えられる。また、ミトコンドリアではアポトーシスを促進する役割を果たしている可能性がある。ありがとうございます。